多い。はい、それではね、佐賀県浦瀬に乗船いただきありがとうございます。これから約1時間ご案内していきます。海洋に向けてこれ認めますので、あとはね、開けていただきます。ちょっとスピードを出して風余計当たるから、いくらかは開けても大丈夫だもんね。崩れてしまった。ここもね、ちょっとひどい。崩れる、確かに。
真横から見ると、ゾウさんの顔にそっくりですので、こっちのね、真横から見ると、ゾウさんの顔にそっくりです。
シャモっていう人聞いたことはない、うん、大かき狙いで魚取ってね、うん、魚ちょっと小ぶりなやつ、うん、ニサモっていう人ね、またねこの辺ちょっと忙しいんですけど、左側の今橋の小さい建てる島、こうアシカにね聞いていることから、こうアシカ島と三角形の島がつながってました。地震でね、崩れてしまったんですけど、その崩れたね、こう跡ごらんとね、すごい刃物で突っ張ってきてるね、なんかなんだろう。あとこの隣のこうマゼの木の根っこに、この枝いっぱい集めて、イサゴの巣ね、今年ね、入んなかったんですよ。去年はね、入ってたんですよ。毎年ね、ヒラも飛んでた。はい、この右側をご覧ください。右側に小さい洞窟が向こうまで繋がってます。それで向こうからこう波がね、こう入ってくると、こう鳩のようにこう鳴くことから鳩ゴラと言われております。この右側に真ん中のくぼんでいる島がございます。朝日島と言われている島でございます。ちょうど真ん中のくぼんでいるところから、ご来光が拝めるのでございます。ただね、毎年初日の出してるんですけど、向こうの四つの島の方で見てくるからね、ここに来た時はもう上に上がってもおかしいから、ここらはね、まだ見たことないから、下に生えてる。おー、すごいな。見事だ。はい、この右側
のちょうどね真ん中あたりご覧ください。松の根が水面近くまで伸びている。松の根がございます。足長松と言われている松でございます。あとねその松の右下岩のちょっと出っ張ってる部分、亀さん、亀さん分かった、この穴開いてるすぐ右隣だよ、岩のちょっと出っ張ってる部分、あとねその反対側ちょっと脱ぎ合ってるような感じで、こう左側がこうカワウソ、ここで亀さんがこっち側しか見えなくて、こう反対に回るとこう影も形もねなくなります。こう誰もね作ったわけじゃなくて、よくねああいう風にこう出来だと思って、亀さんはねすごいと思うよ。こっち側見るとね、ただの平らな岩。あとね、外国のこう青の洞窟にこう逃げとかるんですけど、狭いのでね、すぐバックするようになった。寒くなってね、あんまり光ね、入んなくなった。それでこう右側に見えるから、写真撮る人ね、構えてね、狭いからすぐバックするようになった。午前中はね、光んないから。ただ寒くなってね、光あんまり入んなくなった。おお、すごいですね。真正面すごいね。すごいすごい。おお、すごいすごい。おお、すごいすごい。とはね、もっと光入ると、この洞窟全体が光ります。すごい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 。緑だ。緑緑。この間見せたかや、見せなかったと思った。すごいすごい。こっちの白黒の鳥は、おお、こっちに足がね、何色だっけ、足だね、ピンク色。ピンク色。ピンク色がね、カモメだから。ほんでね、海に行こうが黄色。で、カモメね、ちょっと大きい。あ、この辺の洞窟が全部ね、繋がってる。すごいですね。右側後ろに見えてる洞窟が霊洞と言われている洞窟でございます。あの中は船がね、回れるくらい広くなってます。おお、そうかもしれない。こう右側にちょっと幅の広い洞窟がございます。向こうまでつながってます。こう漁師さんがね、釣りなんかするのに、こう近道をするために、こう行ったり来たりしてる。こちら三角形の洞窟はちょっと幅がね、あまりないので、こう、カルとかね、こうサップ、ジェットスキーなんかもね、通る。
波がね、こう入っていって、上に穴をね、こう開けてきたと思って、上に繋がってます。